おはよう、いちご。いいか。次こそは。毎度毎度しょうがねえな。おはよう、黒崎くん。また一緒かよ、お前ら。この間全員同じ時期に休んでから仲間外れの予感。秋になっても盛りっぱなしね、あんたは。レポート進んでる？忘れてた。あんまり休んでばかりだと。何それ。悪い、返すのを忘れてたぜ。いろんだからイチゴにあげる。うちのバカ親父が。そっちのドクロがどうしたのかって聞き。これが見えるのか。何それ、どういうこと。席つけ、野郎ども。今日は転入生を紹介するぞ。死神害が扱うことは大きな危険を伴う。普通の人間には見えないよう。それとも故障が。おい、どうしたのイチゴ。靴で大声出すか。黒崎電柱っす。あんたね、電柱っす。ちょっとお腹痛くなって深刻、何もかも漏れそうね。いい、訴えてやる。どっちなんだよ。つーかさ、お前らまで学校抜けなくてもよ。そういえば石田くん来なかったね。あいつは今霊力を失ってる。あれだけ戦えたんだ。そうだね。いちごね。やれやれ。整理する荷物なんてあったの。店にこれから居候する身ですし。バウンとかいなくなった今、その役目は終わった。みんな聞け。平子真嗣です。平子くん、平子くん、逆逆得意なんですわ、逆さま。俺あの可愛いギャルのお隣が。お隣さんやな、仲良してや。黒崎くん、よろしくな。いやぐるみ献身街で告訴してやる。久しぶりにおめえの体に入りてえな。評判悪くなるのはおめえだもんな。またかよ。仕方ねえ、入れてやるよ。バタバタ暴れんじゃねえぞ。あんなことや、こんなことしに出かけるか。あっけねえな。何者だ貴様。怪しいやつ。なんだお前。エリート死神なのだ。死神代行だ、代行所。そんなものは見たことも聞いたことも代行だ。全然役に立たねえじゃねえか。丸のろ、今のうちだぞ。てめえ、平子、三白刀が。あんまし騒ぎないな。そない簡単にざわついたらあって感づかれるで。誰にだ。わかれへんのんかい、ボケが。化け物だ、あいつは。何者だお前。オンドレが霊圧ガタガタ差し寄るからやど。てめえは誰だって聞いてんだよ。しゃあないな。これなんや。俺は死神からホローの領域にある。仲良してやって。お前の同類や。お前はそっち側におるべき人間やない。なんなんだこの霊圧。ホローか。今頃気ぃついてんのか。大丈夫なんかこいつ。今出てきた死神の方の霊圧誰や。ち、待てこら、どこ行くねイチゴ。話の内容なんか。俺はおめえらの仲間になる気はねえんだからよ。俺は死神だ。おめえらの仲間じゃねえ。猿垣さんの携帯ですか。失敗してしもた。いや、いるなよもう。気長に行こう。あの霊圧は何だったんだ。何の気配もない。これもあの平子って野郎がいきなり。俺はバイザー。俺らんとこへ来い。そっち側におるべき人間やない。おはよう黒崎くん。おはようさん一学。普通に投稿してきやがった。おはようさん織姫ちゃん。やがましの。誰やねんお前。呼び声あげるか殴るかするっちゅうねん。なあ織姫ちゃん。俺間違ってないっすよね。間違ってなんかない。私に任せときな警護。味方にこんなこと言うのあれですけれども。おろさなくていいんですよ。ちょっと来い平子。いちご。いった。備え切れんでもええやんけ。なんでまだ学校に来てんだ。学校に来んのは学生の義務やろ。俺を仲間に引き入れるためじゃねえのか。もうここに用はねえはずだろ。お前まさか
昨日の今日でもう俺が諦めた表んちゃうやろな。いつまででもまとわりつくで、二度と元には戻らへん。こっち側やねん、イチゴ。みんな仲間やと思てんねん。お前はいずれ必ず内なる炎に飲まれて正気を失う。お前の力は全てを壊すで。気ぃついてんのと違うか。もう手つけられへんぐらいでかなっとるっちゅうことに。俺と来い、イチゴ。正気の保ち方。イチゴ、市内の方に寄ってかないかね。一人で帰りてんだ。イチゴがやっぱり変だよ。夏の言葉で言いにくいんだけれども、あの手俺に距離を置くんだよ。疲れるわ。引き込み役で学校行かなあかんねん。この日和、何もたくさしてんねん。いや、まだ。なら早う力ずくで連れてき。見つけた。ね、織姫ちゃん。何つけられてんねん。あなたたちは何者。さらっと教える思てんのか。猿垣日和。え、名前や名前。うちの織姫ヤストラだ。羨ましいなあ。くれ、無理くりくくな。ボケ、でっかいおっぱいにさらっさら。普通に知らんや。あんたらに教えることは何もない。ここで死に。すいません。待って、あの速度には追いつけない。確実に殺される。こら、離せハゲ。まだ他と騒ぎ起こさんで。やめろ、言うてるやろ。あれようなったらどない。やかましい、お仕置き。嫌いや、人間。わかっとる。死神も嫌いや。わかっとる。もうちょい待て言うてんねん。